韓国の地域対立。韓国の地域対立では韓国における地域間の対立について解説する。韓国では社会の分裂の主要因となりうるほどの地域対立の存在が広く知られており、政治面では大統領選挙や国会議員選挙における地域別得票率の極端な違いとなって現れる。中でも特に有名なのは五三国時代にまで遡ると言われる 全羅道と継承道の対立である。しかし、対立が現在のように露骨に現れるようになったのは5.16軍事クーデターで牧政紀が政権を掌握して以降である。軍政から民政へ移行するために行われた1963年10月の大統領選挙では、全羅道において牧政紀民主共和党は、院前民政党を大きく上回る票を得たが、 僕大統領の出身地域である、軽症道地域を、インフラ整備や経済開発、観光庁人事で優遇し、反対に、全羅道地域が礼遇されたことで、軽症道地域に対する反発が生まれ、政権側も選挙で全羅道に対する対抗意識を煽ったことで、地域対立に拍車がかかることになった。そして、1980年の公衆事件が、全政権によって、 暴動と認識されたことによって、地域対立は決定的なものになった。民主化が実現した結果、16年ぶりの国民による直接選挙で実施された1987年の大統領選挙では、手口継承北道を地盤とする、ロタイグ民主正義党、富山市、継承南道の金四三、統一民主党、全羅道、広州市、全羅北道、 全羅南道の近代中、平和民主党、中西南道の近消筆、新民主共和党の有力4候補、一路三金が、それぞれの出身地域にける地域感情を利用した選挙戦を展開した結果、出身地域において得票が大きく偏る現象が生じた。そして、翌年4月の第13大総選挙でも、地域感情がそのまま選挙戦に持ち込まれ、 一路三勤の四人が率いる政党が、それぞれの出身地域において、議席を独占する結果となった。これ以降の大統領選挙や国会議員選挙、地方選挙において、有権者が政治的思想や立場に関係なく、自分と同じ一期を出身地とする政治家、地盤とする政党に投票し、他の政党に対する拒否という形で、地域対立が生じるようになった。 1990年には、ロタイグの民主正義党と、金ヨンサムの統一民主党と、金消筆の新民主共和党が合併、して民主自由党となり、1992年の大統領選挙では、継承道、中世道を地盤とする民主自由党の金ヨンサムと、ラ道を地盤とする金大中の対決となり、全羅道とソウル市を除く、 全地域で勝利した、金四サムが当選した。1997年の大統領選挙では、金大中が、金消失。1995年に、民主自由党を、離党と共闘し、全羅道と首都圏のみならず、中正道と最終道でも勝利した、金大中が、民主自由党の後継政党である半ラ党のり、マサを破って当選した。全羅道と、 継承道の対立により、選挙においては、中聖堂が、キャスティングボートを握ることが多い。しかし、現在では、韓国の人口のおよそ半分が、首都圏といわれるソウル、インチョン、京気道に無という極端な一極集中のおかげで、地域対立の影響は下がりつつある。この対立は三近時代の名残と言われるものもあり、これも深刻なところがある。 2002年の大統領選挙においては、継承道、知、峰南と、善良道、知、コナンの地域対立が重要な国服命題とされた、近代中政権与党の新千年民主党の候補者で当選した、ロブゲンは、その一方の峰南の継承難動会士出身。またロブゲンは、地域対立の解消を名目に、あえて地盤でない地域、富山から立候補したこともあるが、 2002年大統領選挙を除いて、いずれの選挙でも敗れている。1990年の以降、1992年から2012年までの5回の大統領選挙では全て、軽症道では民主自由党及びその後継政党の候補者が、全羅道では近代中の平和民主党の後継政党の候補者が大差で勝利しきたが、2017年の大統領選挙では、 平和民主党の流れを組むともに、民主党のムンジェインが、釜山市、ウルサン市で、近大中継の政党の候補者として、大統領選挙史上初めて1位となった。ムンジェインは、京昌南道でも巨彩市、近海市、両山市、ま源げん市上山区、吉政区、新海区で1位となり、道全体でも、民主自由党の流れを組む自由韓国党の好順。 尺に得票数にして約1万票、得票率にして、わずか0.5ポイント差まで迫った。釜山市、ウルサン市、京商南道、旧京商南道、いわゆる PK 地域の得票の合計ではムンジェインが、高順尺を上回り、近代中継の政党の候補者として、大統領選挙史上初めて PK 地域の総得票で1位となった。手具市と軽症北道、 いわゆる TK 地域では高殉尺が1位となったものの、前回2012年大統領選で、セヌリ島自由韓国島の前身の牧金恵が、テグ、継承北道で得た、得票率は80%を超えたのに対し、高殉尺の得票率は50%を下回り、大統領選挙史上、自由韓国島の前身である、歴代の保守政党の候補者として、TK 地域で、 最低の結果となった。軽症道地域において近代中継の政党の候補者が勝利、前線し民主自由党の後継政党の候補者の得票率が著しく低下したこの結果は地域対立が弱まる方向に向かっていることを示すものといえるムンジェイン自身は PK 地域出身であるが同じく PK 出身のロブゲンは2002年大統領選挙で PK を含む軽症道全域で 民主自由党の後継政党である半奈良党のり、解消に大差をつけられていた。出典、選挙統計システム、李朝時代には、西北や東北と呼ばれた北部地域、現在の北朝鮮領の大部分にあたる環境道、平安道、航海道などに対する差別も盛んだった。環境道にあたる東北地域は、かつて女真族の領域であり、 これら女神族は、時の朝鮮半島の王朝により、官職を授けられ、公来、李朝に徴行を行っていたが、その一方で、国境付近での小規模な衝突もたびたび起こっていた。そのため、公来末期から、李朝初期にかけて、女神族を制圧していき、第四代国王、清掃の第二、賢秀女神の大衆である、李密流を廃止させ、李朝にいる支配を確立させた。 ただし、李氏朝鮮の李氏は、実際には、女神族の出身と推定される。元による、高麗新興時や16世紀の日本による、朝鮮半島出兵の際に、これら女神族は寝返って、それぞれの軍門に下ったために、朝鮮民族による女神族別種が強くなり、差別も激しくなった。現在では、女神族としての文化は、満州族等に引き継がれている。 平安道及び公開道にあたる、西北地域出身者及び先日の東北地域は、李朝時代長く管理東洋から排除されるなどの差別を受け続けた。このような地域差別は、警告大典にも公然と明記されており、制度化されたものでもあったため中央の両パンは、西北地域出身者との婚姻も禁止していた。こうした差別から由来する半数にへの反発が、 後境来の乱や平安道におけるキリスト教の需要など独自路線のもととなっていたとみられる。現代では西北、東北差別は南北分断のおかげであまり目立たなくなっている。全羅道地域や出身者に対する差別よりは大幅に弱い偏見だが、韓国では古くから最終党差別が大きくある。原因は最終道は朝鮮半島本土とは異なる。 独自の文化があり、短打国、交流が少なかったからだと思われる。言葉や鉛などがひどく、標準語で言わなければ、言語が通じないからである。最終党は、朝鮮時代には、高架島と並ぶ、流刑地の一つでもあり、主に清掃で負けた王族やヤンバンが、流刑にされていることも、差別の原因である。だが、今は、交通や通信の発達で、その差別は、 薄れている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。